笑うところか？いや、だってさっき1ミリも同じところがないとか言ってたのに、玉木先輩みたいなこと言ってます。そうか、受けた時指輪を見て決めたっていうの、あれ嘘ですよね。最初にあのご婦人を見かけた時、指輪なんて見えませんでした。手前に上りがかかってましたから。よくわかりませんね。先輩がわざとエゴイストとして振る舞うのは、実際エゴイストでない以上違和感を感じます。それなりに興味深い感想だ。